運動会で競馬があって、うん、僕たち、あの、ネコネコファイナンスとかいうね、悪徳金貸し屋に、島流しするぞって言われて、大急ぎでダイヤを集めなきゃいけなかったんですけど、そうなんですよ。なんと、集まらずっていうか、集まんねえだろ。1100個も急に。めちゃくちゃ爆稼ぎしていた、うん。ペコちゃんに、そうなんです。もう、頭下げに。なんとか頭下げて、3人で、言いに行ったら、ペコーラ先輩が、まあ、貸してやるけど、うん、やってもいいけど、うん、お茶代わりに何くれんのみたいな。ただじゃいかんぺこーみたいになって。じゃあ、もう、あの、うちのね、あ、じゃあもうこの二人がびちょびちょのぐちゃぐちゃの ASMR しますって言ったら、結構ノリノリでさ、あ、じゃあ、みたいな。じゃあ貸してやるかなみたいな感じになって、それで僕はね、あ、じゃあ僕台本書きますと。あ、何お金困ってるの？お金に。そうなんです。の島流しの剣も流れていったんですよ。島も流れてったんだよね。たんだけどね。なんなら、社長、向こうのネコネコファイナンスの、あの、うん、泥剣の社長に直談判して、あの、自分の分の借金は返しました、あずき。あ、そう、あの、実は僕もそうなんだよ。ではね、今日は僕の借金を返すために、うん、はい。かなたに来てもらってるんですけど。はい。かなたも借金してたよね。まあ、ね。ちょっともう忘れてるかなと思ったけど、覚えてましたね。いや、一応ね。ちなみに、あずきちは、はい、もう僕のために、ね、あずきが体でお返ししますってことだったから。あずき、いつの間に体売ったんだ。知らなかったよ、あずき、体売ってること。あずきちはね、まあ、それでダイヤの返済されてましたけど、かなたもまあ、体を、ね、はい。しょうがないですね、もう。じゃあ、もう、かえ先輩食べならば。お体で、労働、肉体労働します。坂本だけで残ってんの、ちゃうっけ。5名だけ。え？すっきくないですよね。すっきくないですよね。だからね、あのね、この、今後、もし、あの、ネコネコファイナンスが復活したら、おめえだけ脱ぐから。待って、言ってよ、それ。僕ら二人は服着るし、あ、でも、あの、そう、向こうの社長がね、僕の時に、うん、うん。あ、じゃあ、あの、残りのね、坂又と、かなた、両方の借金なしにするって言われて、うん、いや、それはね、坂又の意思によるので、僕だけでいいね。いいだろ、それで。そこだけは。坂又にもね、意思があるのでね、あの、そこは僕だけでいいですって言ってね、あ、僕だけにしても。なんだね、じゃあ坂本だけが背負ってんだ、ね、借金。あ、そうだよ。じゃあなんかこんなに頑張ってくれたし、なんかクロエちゃんの借金もチャラとかにしちゃいますか？坂本で岡井先輩と喋りたい気持ちはある可能性もあるからね。あ、じゃあ残しとくか、じゃあ。もうそうですよ。ちょっと残しとくんだ。あいつおっぱいでかいし。確かに。何でもできる。そう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 。弱みは握った方がいいですよ、やっぱ。ネコネコファイナンスに対して坂又がね、大きなもの背負ってます、あなたは。まあまあ、ますんでね、ね、うちら家族であり仲間っすよね。さあ、ね、ちょっとペコーラ先輩呼ぼうかなと。聞いてる。なんで聞こえなくなっちゃうの。よし、じゃあ、はい、めっちゃいいよ、めっちゃ